保証集の僧薬師寺元監主。保証集館長。わかりやすい法話により、話の面白いお坊さん、究極の語りのエンターテイナーとも呼ばれ、そこから100万感謝共感人の道を切り開いて、近藤、斉藤など薬師寺の伽藍の復興に道筋をつけるなど、薬師寺の再生に障害を捧げた。大阪市出身。本名、高田義和。 裕福な家庭に生まれたが、11歳の時、証券会社勤務の父を肺結核で失い、困窮した。母方の実家は東大寺流造院で、知人だった、薬師寺の館主、橋本病院が弟子として、公院を引き取った。行員の教育は厳しかった。幼少期、友人宅に呼ばれて遊びに行った時、レコードで同局の清水公は、鬼より怖い、体制。 小政の声がするという下りを耳にして、薬師寺にはもっと怖い鬼がいると思ったという。夕食後の度胸の練習の時居眠りするとよく火箸で叩かれた。しかし、一方で遠足、運動会の時に弁当を作ってくれるような愛情も持っていたという。奈良県立郡山中学校を経て、龍谷大学に進学し、1946年に、 流国大学仏教学科を卒業。大学での一期先輩に有数年仏習慣長のバイガン領春がいる。また、深浦正文に指示して、有意識思想をわかりやすく説明する手法を身につけた。1949年、コ院は副住職に就任。当時の薬師寺は老朽化が進んで荒れるに任せる状態であった。コ院は仏法の種をまくことが、 自分の使命であると考え、修学旅行の生徒たちへの法話に力を入れた。18年もの間の長きにわたり、そのユーモアたっぷりでわかりやすい法話は、青空法話とも呼ばれて、人気を呼び、高田の法話を聞いた生徒は、一説には600万人以上にも、上るという。法話は、薬師寺境内のみならず、東京の三越劇場などでも行われた。その話実は、 後の人間国宝である、落語家の三代目、桂米朝も参考にしたほどであった。1967年、公勇が官主に就任すると、近藤の再建を志し、ついで斎藤、注文、回廊などを次々と再建した。特に斎藤の再建については、強い世論の反対があったが、小説家でフランス文化賞だったアンドレ・マルローの3位を背景に、 実現した。その是非については、現在も議論が分かれている。再建費用は大きな課題であった。近藤の再建だけでも約10億円が必要だったが、段価組織を持たない薬師寺には、その負担をするのは困難であった。そこで、高田は全国の特殊の人々から一人1000円の社協農協の供養料を集める肝心を行い、これを賄おうと考えた。 一人千円では百万人の社協が必要であった。当初は一年に一万艦しか集まらなかった。コ院は全国800以上の市町村で8000回に及ぶ公演をして回った。コ院の書籍出版が好調だったこと、三越百貨店での月光菩薩展示も追い風となった。これによって復興事業は一挙に進んだ。 1976年には年間の100万館が達成され、同年、近道が再建された。その後も、社協館人は進み、1997年には600万館に上った。社協館人は、現在も、薬師寺の大きな柱の一つとなっている。公院の没後、大行動が落成している。建物の再建には、法隆寺の宮大工として知られる。 西岡常一が当たり、千年先のことまで考えて建てたという。近藤にコンクリートを使うべきかどうかで行政当局と論争になった。西岡は、コンクリートは三百年しか持たないが、木は千年持つと主張したが、結局一部コンクリートを使うことになった。太平洋戦争における戦没者異例にも熱心で、各地の戦績で公用して回った。また、日本を守る。 国民会議代表委員も務めた。1996年11月に薬師寺で法話中に脳梗塞の症状が現れて一線を離れ、胆石の悪化を併発させて1998年6月22日に胆脳癌のため宣言。死後、母校の留国大学から留国賞が送られた。公院の話術について米朝は人を自分の畑に引き込む力。 その要領を教わったと評価し、前述のように大いに参考にして、自分の芸に取り入れていった。その米長が死の行為をうまくやり込めたことがある。米長が薬師寺を訪問した時のこと、床の間にあった行員の書による本来無一物の掛け軸が目に留まった。米長はしきりに無心したが、行員は相手が誰であろうと譲れないとカくなに断った。 ところが、米朝がここで、本来無一物。これが、そうのあるべき姿ではと畳みかけたところ、差し物行為も一本取られたのか返答に詰まり、掛け軸は米朝に譲渡された。その後、米朝の手に渡った掛け軸だが、直系の弟子たちが関心を示さない中、桂ツラ尺の弟子である、桂南光が、本来無一物の意味と入手の権威を、米朝から聞き、 非常に関心を示したことから、死後の贈与を約束された。米朝の死後、米朝の実施である、桂米団を治むから約束通り南港へ送られた。ありがとうございます。